ボリス・シリュルニクは、フランスの精神科医、精神分析学者、神経学者、動物行動学者、著作家。ボルドー出身のユダヤ系フランス人であり、ユダヤ人一斉謙虚のサバイバー。児童精神医学並びに、外傷後ストレス障害の専門家として活躍する、傍ら、フランス国内のみならず、アフリカ諸国や東欧などで、 恵まれない子供たちの支援活動にも取り組んできた。2015年10月に初来日し、立命館大学東京国際フランス学園日仏会館で講演を行った。日仏会館ではノンフィクションライターの最愛バズキと対談した。1930年代にフランスに移民したユダヤ系の両親のもとに生まれる。父はウクライナ生まれで、 コーナチスレジスタンス活動に関わっていた。ビシー政権が1942年から実施したユダヤ人一世検挙の際に逮捕された両親はアウシュビッツ強制収容所に送られて命を絶った。ちなみにフランスでは7万6000人のユダヤ系フランス人が犠牲になった。1942年7月逮捕される危険を察知した母親は その前日に5歳のボリスシリルニクを孤児院に預ける。その後、孤児院やかくまってくれた人々の家を転々するが、1944年1月、6歳の時、ボルドーで実施されたユダヤ人一世検挙の際にフランスの警察に連行される。しかし、一時的に収容されたボルドーのシナゴーグから脱出し、強制収容所送りを免れる。終戦までは、 ユダヤ系であることを隠すために偽名を使い、ボルドーから70キロメートルほど内陸にあるポンドラという小さな村の農場で住み込みで働く。戦後、孤児院を転々とした末、パリで暮らす母親の妹ドラに引き取られ、高校の途中まで一緒に暮らす。11歳の時、戦中の強烈な体験から人間の心を理解したいと思い立ち、精神科医になると決意し、 苦学の末、パリ大学医学部に進学する。フランスでは、心理学で用いるレジリエンスという概念を一般に紹介したことでも有名である。1980年代まで、戦時中の自身の経験を公に語ることはなかった。警察からの脱出劇を語っても周囲には信じて、もらえず、追い立ちを封じ込めるようになったと、後年インタビューで語っている。 1980年代に入りモーリス・パポンの裁判が行われるようになると、徐々に自身の経験を語るようになった。パポン裁判に関してシジルニクは、裁判には居心地の悪さもありました。裁判は罪を犯した人間を裁くものです。あの時代、罪を犯したのはシステムでした。地方の役人だったパポン氏は体制に寄り添って生きてきた。ナチスに協力する、やんだ。 フランスのシステムに絡め取られていたのですと語っている。2007年、サルコジ大統領の要請によって発足された、ジャックアタリを委員長とする通称、アタリ政策委員会のメンバーに選出され、政策提言に関与する。2014年、フランス政府から、レジオンドヌール勲章のオフィシエを受訓する。 2015年1月に起きたシャルリー・エブド襲撃事件及び11月にパリで発生したテロ事件後、フランスのテレビ TV7 に出演し、この実行犯の心理や社会的背景を説明し、フランス国内で大きな反響を呼ぶ。現在、執筆の傍ら、世界中をめぐり、人道支援、講演、啓発活動などを行っている。ありがとうございます。